せーの、こんにちはカラです。はい、えー、皆さん今日はたくさんお越しいただきありがとうございます。カラのジウンです。よろしくお願いします。はい、皆さんお久しぶりです。カラのシウンです。よろしくお願いします。はい、皆さん来てくれてありがとうございます。カラのユリです。はい、こんにちはニコルです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちはカラのヨンジです。よろしくお願いします。 あの先ほど西村社長もおっしゃったんですけどあのからの復活そして妹の w i f i の復活あの今日を迎えて本当に嬉しく思ってますし最初あの、依頼を聞いたときにあのみんな本当に嬉しく思ってましたありがとうございますはい本当に素敵な CM に、えー、仕上がってました出来上がった CM をご覧になってすんよんさんいかがでしょうか。 はい、あのやっぱり私たちの,あの昔の「午後さま」のミュージックビデオと同じコンセプトで、まあ、撮っている瞬間にも楽しかったんですけれどもまたこうしてみるとあのいろいろな思い出を思い出しますし、まあ、本当にあの楽しい雰囲気で出来上がったと思います。 夏に本当にぴったりな CM に仕上がっていますけれどもニコルさん、はい、夏はお好きですかはい、夏はすごく好きなんですけど、はいえっと、韓国の夏もすごく暑くて、はい、いつもなんか体を気にしてます。今日、日本に到着したばかりで日本の夏はどうですかあー なんか今,日今年はちょっと暑いですねそうでですすよねねちょっと暑いです、ね、感じ方はやっぱり一緒ですね <laughs> そうですよ <laughs> <laughs> そしてあの復活がテーマの CM でしたがギリさん皆さん5人が集まるのは久しぶりだったんでしょうかあの CM の撮影の時ですねあの1か月半ぶりに会,会えてあ本当に嬉しかったですあの撮影が終わった時みんなで会食もしました <laughs> ねみんなでご飯はいみんなでお肉食べに行ったんだよ、はいえー、お肉とハイボル何を何を召し上がったんですかあの三脚菜とかうんまあお肉をたくさん食べましたいいですね五人揃ってのお食事楽しそうです <laughs> そしてあの撮影は韓国で行われたということですがスンヨンさん撮影中何か面白いこととかハプニングってありましたか。 はい、あのさっき言った通りに私たちの皇后さ様のミュージックビデオと同じコンセプトで、うん、あのみんな5人全部ノリノリになっちゃってもう撮影している間、千鳥とかたくさん撮ったりして本当にあの楽しいまた楽しい、うん、あの思い出になりました。スンさん、はい、夏の予定は決ままっていますか、はい まだあのバカンスの予定はないんですけれども多分あの今年の夏はあのメンバーそれぞれあの個人的な韓国での、うん、そしてあの日本での活動があると思いますあじゃあお仕事がちょっと忙しいですかね、はい、そうですね w i f i の後ろの i の部分がサーフボードでしたよね、うん、あのどなたかマリンスポーツがお好きな方っていらっしゃるんですか まあみんな水はお好きですけど、<laughs> そうそうみんな好きですけど、うん、私たちは潜るのが好きで、水の上ではちょっと苦手で、でね、潜るのが好きで、中に中に中まで行くのが好きで、<う>私は最近あのダイビングのマスター免許ラ、うん、イセンスを取りました。スケーバーダイビングですか？はいはいはいそうです。あじゃあ今年取って。 海には潜りました今年ははいあの今年取ったばっかりなのでもうもっともっと行きたいんですけれどもうもうやっぱりあの,あの皆さんに向かってあのお仕事がたくさんたくさんあって <laughs> はいそちらの方を応援よろしくお願いしますはい忙しいですもんねそしてねあの新型コロナウイルスで海外旅行もねちょっと行くことができなかったんですがカラさん同様に海外旅行も復活ということでどこかすでに 行った国がある方いらっしゃいますか。ここにいたよっあ最近は忙しいだから、うん、あ,なあ行けてないですかね。ああ,<や>あ,あはい行きたい国あります行きたいところ行きたいですね。すません行きたいところが、うん、あメンバーたちと一緒にハワイ行きたいです。うん ハワイです。次の撮影もうなんかハワイでやったらいいんじゃないか。第二弾、第二弾ハワイ。もう社長あのハワイだそうです。お願いします。お願いします。からの皆さんがご希望です。そうですそしてあの韓国に行きたいという方もいらっしゃると思うんですけれども、韓国のおすすめスポットありますか。おすすめスポット。ジオンさんどうでしょう。 そうですね。でも韓国すごく暑くて、あどこをおすすめすればいいんだろう。最近 <laughs> ど,どう？延南洞？延南洞カフェ？あ最近そうですね。<laughs> あの韓国すごい可愛いカフェとかデザートとか。<laughs> あの結構出来上がってて、こうインスタ映イとか、結構可愛いデザートあるところ、うん、おすすめのところ結構あるんで。<ー>そういうの楽しむために来たらいいんじゃないかな。うん、あの室内に入った方がいいと思います。<laughs> すごく暑いです。韓国も暑いと。そう。はい、そうです、はいに。えっと、まだ向かって左手の方に目線をとりますので、それで皆さんご用意いたします。